はい、皆さんどうもこんばんは。ですね、今自分は越美北線の一乗谷という駅に来ております。はい、今の心境を言いますと、非常に怖いです。周りはこんなかも何も見えませんよね。今日ライト忘れてきてしまったんです。すいません。フォーカスもね、暗くて全然合わないですね。本当にすいません。合わないですね。終わりました。はい。まあ、怖いっていうのが、まあ一番ですけど。まあ、なぜ自分が今ここにいるかと言いますと、まあ、いろいろあって、時間潰しにちょっと乗ってきて、乗りで来ちゃったんですけど。いや、本当に怖いです。なんだろう、この怖さというのは。で、待合室は、ちょっと、なんか虫がいすぎてて、ちょっと、居心地がね、あんま良くなかったので、ちょっと外にいます。はい。周りはね、数軒民家があるだけで、あとは田んぼらしみたいです。そこに大きなね道路もあれみたいなんですけど、よくわかりません。はい、まあ、一乗谷からのね現状報告みたいな感じの動画でした。はい、本当に列車来るのかな。次の列車ちなみに最終便なんです。はい。では、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。